はじめまして、ストライオンジュです。今日はエレメンタルヒーローデッキのガチ構築紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。僕はですね、エレメンタルヒーローが大好きで、久しぶりに遊戯王に復帰した、マスターデュエルから遊戯王に復帰したんですけれども、せっかくなら自分の大好きなエレメンタルヒーローでランクマを勝ち上がっていきたいと、そう思って構築したデッキになります。デッキの内容も僕の生配信を見てくれればわかると思うんですけれども、ブロンズ5から始めてだんだんと上げていき、時には壁にぶち当たってデッキを大幅に変えたりもした結果がこちらになってますので、このデッキの内容で最終的にプラチナ1まで到達して、プラチナ1に到達する時も9連勝をしたりとか、最後も4連勝してプラチナ1に上がったんですけど、そういった実績もちゃんと残しているので、安心できる、信頼できるデッキ構築かなと思っております。で、僕のデッキなんですけれども、一般的な遊戯王のヒーローデッキの構築とはちょっと違ってて、サムネにも書いてあるんですけれども、勝利の秘訣は 3E ということで、どんなデッキか、ちょっと一風変わったヒーローデッキかもしれませんが、紹介していきたいと思います。カードを順番に見ていきますよ。まずは増殖する G、 こちらを2枚入れてます。まあ、増殖する G はヒーローデッキって結構手札がなくなってしまうこともあるので、手札を増やすために増殖する G を入れました。最初は3枚入れてもいいのかなと思ったんですけれども、まあ3枚だとデッキを詰めすぎちゃうんで2枚にしました。ここら辺は2枚でも3枚でもお好みだと思います。同様に手札誘発としてハルウララを3枚入れてます。ハルウララは相手の特殊交換とかサーチを無効にすることができるので、もうこれ1枚打つだけで相手の効果を無効化したりとか、相手のやりたいことを止めれるんで3枚採用しました。なのでここが個人によってはハルウララ2枚、増殖する G3 枚でもいいかなと思うんですけれども、個人的には相手の効果を止めた方がデュエルには勝てると思ってこちらを入れています。次にヒーロー以外のところでいくと、原始生命体ニビル、相手が5体以上のモンスターを召喚、特殊召喚した時にこいつを生贄、こいつを発動することができるといったちょっと特殊な妨害カードです。ただこれを使うことによって相手のフィールド上に原始生命体ニビルのトークン、原始生命体トークンを出します。しかもそれは相手のフィールド上の表側表示モンスターを全てリリースしたその合計の攻撃力と守備力になるので、それをバーンって出すと、場合によってはもう攻撃力9000、守備力5000みたいな、そんなトークンになるんですけれども、でただし相手はそれをされたらもう何もすることができず、基本的にはターンエンドになって自分のターンに回ってきます。そこでこちらではガイアを召喚してニビルの攻撃力仮に9600としたら、4800をガイアが吸収して、その後にサンライザーの効果でそのトークンだけ破壊してガイアの4800プラス元々の2400かな、2000何百をプラスした7000をズカンとぶち込むといったカウンターになってます。ただこれもあんまり多すぎてもヒーローが回らなくなってしまうので、僕は1枚にしました。あと同様にこの手札誘発、増殖する G、 あるうらら、原始生命体ニビルにおいては相手に使われても非常に厳しいです。まあ、増殖する G は相手に打たれてもいいんですけど、まあ、ハルウララとかね、まあ、後ほど紹介するヒーローアライブというカードを使って HP を、まあ、LP を4000ぐらい使ったりするんですけど、それを止められたらもう虚しいじゃないですか。 LP4000 払って、じゃあハルウラで無効化されました、もう絶望ですよ。もうこれは大泣きですよ。っていうのを止めるために後ほど紹介する抹殺の指名者、抹殺の指名者を使えば相手が使った効果を無効化できます。ただその無効化できるカードの条件として、自分のデッキの中からそのカードと同じ同名カードを除外して発動できるなので、そういった点でも相手のニビルや相手のウララや相手のゾージーを止めるためにここら辺を積んでおります。モンスターに関しては以上がヒーロー以外のところですね。じゃあ次はヒーロー見ていきましょうか。
順番に見ていきます。まずビジョンヒーローインクリース、ビジョンヒーローインクリースを2枚入れてます。まあ、基本的には後ほど紹介するビジョンヒーローファリスの効果でフィールドにセットするんですけれども、1枚だけだとデッキからサーチできないことがあるので、その危険性を抑えるために2枚にしています。次にエアーマン、こちらも2枚ですね。相手のフィールドの魔法トラップを破壊できるとか、デッキからヒーローモンスター1枚を手札に加えるとか、非常に優秀なカード、かつ風属性のエレメンタルヒーローとして融合素材にもできるので、ここは2枚入れてます。流れとしてはこのエアーマンを召喚すれば、まあ、デッキからビジョンヒーローファリスというカードを持ってきてコンボにつながるといった流れになってます。このビジョンヒーローファリスが星5なので、増援とかそういったカードでデッキから手札に持ってこれないんですよ。そこでエアーマンを採用してます。次にビジョンヒーローバイオン、こちらも2枚ですね。まあ、バイオンはめちゃくちゃ優秀なカードで、まあ、これも後ほどの流れで紹介するんですけれども、ファリスを特殊召喚したときにデッキからインクリースをデッキからトラップカードゾーンに置きます。その後そのインクリースをリリース、インクリースの効果を発動してデッキからビジョンヒーローバイオンを特殊召喚するという、もうこの流れでデッキからインクリースとバイオンの2枚をデッキから持ってきて場に出すと、さらにバイオンの効果でデッキからモンスター1体を墓地に送る。モンスター1体は基本的にディアボリックガイカーシャドウミストになるんですけれども、これで3枚墓地に送ったカードも含めて3枚、さらにミストの効果が墓地に送った時にデッキからヒーローモンスターを手札に加える等なので、ここで4枚目のカードが抜けると、最後にバイオン自体の効果でデッキから融合カード1枚を手札に加えるとあるので、もうこの一連のコンボでデッキが5枚圧縮できるっていう最強の流れです。これが遊戯王って、これは好みとかもあると思うんですけど、僕は圧縮できれば圧縮できるほどいいと思ってるんですよ。理由としては、圧縮すればするほどドローをした時に自分が欲しいと思ったカードが来るから、その可能性が上がるからです。自らの戦略によってシャイニングドロー、自分が絶対に引きたいカードを引く確率を上げるといった、そういった論理的な思考により僕は圧縮を推奨しております。その要となるカードなんですけれども、まあ、3枚はいらないなということで2枚になってます。次にシャドウミスト、こちらエレメンタルヒールシャドウミストも2枚ですね。先ほどのバイオンの効果だったりとかいろんなことがあるんですけれども、ここは2枚になってます。次にエレメンタルヒールソリッドマン、ここがね結構みんな入れないと思うんですよ。サムネにもあった 3E、 勝利の秘訣は 3E の一つの E、 エレメンタルヒーロースリットマン。このカードは召喚に成功したら手札からレベル4以下のヒーローモンスター一体を特殊召喚するという効果があるんですよ。これでシャドウミストを手札から出します。シャドウミストを手札から出すことによってシャドウミストの効果、デッキからチェンジを手札に加えるによってマスクチェンジというカードをデッキから手札に加えます。その結果そのコンボの中で最終的にマスクドヒーローダークローという、もうヒーローデッキなら先行に必ずこれを出したいなっていう、このカードが残されるというか場に出せるようになるので、この一連のコンボが最強です。でこのエレメンタルヒーローソリッドマン、エレメンタルヒーローシャドウミスト、最初の1ターン目に手札に来ないことありますよね。なので両方ともこのカードはエレメンタルヒーローになっているためエマージェンシーコール3枚僕は入ってます。これをすることによってデッキが圧縮できる、かつ安定して1ターン目にソリッドマンとシャドウミストを手札に持ってくることができるという流れコンボになってます。また同様にこのソリッドマン、もう一個の隠された効果がありまして、ヒーローデッキを使ってる皆さんはこれにすごい悩んでるんじゃないかなと思うんですけど、ヒーローデッキって相手の効果を無効化する
効果がないんですよ。破壊耐性もないんですよ。だから例えば先行一旦目にオラ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 って言ってめちゃくちゃもうモンスター出すとするじゃないですか。ヒーローモンスターボンってもう例えば5体出したとしても、じゃあ相手が高校でサンダーボルト撃ちますって言ったらもうそれで終わりなんですよ。もう5体のヒーローは全て墓地に引き、はいじゃあ僕の負けってなっちゃうんですけど、そこがこのソリッド1のいいところ。2つ目の効果、魔法カードの効果でモンスターゾーンから墓地へ送られた場合、ソリッドマン以外の自分の墓地のヒーローモンスター一体を対象として守備表示で特殊召喚する。これをすることによって先行一旦目に、まあ、エマージェンシーコールとかそこら辺を使ってシャドウミストとソリッドマンを手札に加えます。その後ソリッドマンを召喚、ソリッドマンの効果でシャドウミストを特殊召喚、シャドウミストの効果でデッキからマスクチェンジを持ってきてトラップカードゾーンにマスクチェンジを伏せてターンエンドした時、相手のターンでサンダーボルトを撃たれたとしてもソリッドマンの効果でシャドウミストが墓地から復活して、その復活したシャドウミストにマスクチェンジを打てばダークローになるっていう安定した二段構えになってるんですよね。まあ当然相手が別にサンダーボルトを撃ってこないのであれば、まあ普通にそのままマスクチェンジを使ってシャドウミストをダークローに変身させると、もうそんだけでいいんですよ。だからこの二段構えになってる安定性が個人的にはいいなと思ってます。では次にリキッドマン。リキッドマンはですね、水属性のエレメンタルヒーローで、この水属性というところがすごい重要で、デッキには1枚しか採用してないんですが、このリキッドマンを素材にエレメンタルヒーローアブソリュートゼロといった融合モンスターを召喚することになります。またこのリキッドマンが融合の素材に使われた時、デッキから2枚ドローして手札を1枚選んで捨てるといった効果もあるので、まあ、ささやかな効果ではあるんですけれども、デッキからカードを2枚引けるといったおまけもついてますと。で、ビジョンヒーローファリス、こちらが2枚、3枚入れてもいいんじゃないかなと思う人もいるかもしれませんが、僕は個人的にデッキを圧縮したいタイプなので2枚にしました。次にデスティニーヒーローディアボリックガイ。そう、このデッキはエレメンタルヒーロー、マスクヒーロー、カオスヒーロー、ビジョンヒーロー、デスティニーヒーローとイービルヒーロー以外は全部入ってるヒーロー盛りだくさんできたんですけど、このディアボリックガイは制限カードで2枚、あ、純制限カードで2枚しか入れないので2枚入ってます。まあ普通にデッキ圧縮にもつながるし、モンスター、フィールドのモンスターが足りない時にディアボリックガイを特殊召喚するといった効果も使えるので、まあ全然2枚入れてもいいんじゃないかなというところですね。このディアボリックガイの効果を使ってエクストラヒーローワンダードライバーを特殊召喚したりとか、ワンダードライバーを召喚した後にディアボリックガイの効果でワンダードライバーのリンク先にディアボリックヒーローを特殊召喚して墓地からフュージョンやチェンジを手札に加えるといった流れにもなってます。で、1枚入っているエレメンタルヒーローネオスティーネオス、これはね1枚絶対デッキに入れた方がいいです。好みによっては2枚でもいいかもしれないんですけど、2枚だとさすがに腐っちゃう時があるので、僕は1枚にしてます。こいつの効果はこのカードを手札から捨ててヒーローの攻撃力を2500一体上げるとなってるんですけれども、この2500アップすることによって、例えば相手ターンに相手から攻撃された際2500アップして迎撃する。例えば今環境でめちゃくちゃいる、もうめちゃくちゃいるあのおかしいカードエルドリッチさん、あの方が特殊召喚された際に攻撃力3500ですよね。で、ただし、まあ、このフィールドにエアーマンとかも星4でもいいんですよ。星4のエアーマンとかいれば、まあ、大抵エルドリッチさんは攻撃してくるんで、そこにネオスティーネオスの効果が発動して迎撃、エルドリッチを墓地に送って自分のターン相手のフィールドはガラ空きっていう展開にできます。だから非常に強いし、単純にバトルフェーズ、自分のバトルフェーズの時にあと2500あれば相手のライフポイントを一気に削り切れるのに、ワンターンキルできるのにっていう時にも重宝します。非常に優秀ですね。こちらが1枚入ってますと。
以上がモンスターカードです。ここで僕のこだわりとしては、すべての属性を、仮にもエレメンタルヒーローデッキ、ヒーローデッキといえばすべての属性が入ってることがやっぱ僕好きなんで、すべての属性が入ってます。光属性のネオス、闇属性のシャドウミスト、地属性のソリッドマン、水属性のリキッドマン、風属性のエアーマン、そして足りない炎枠はハルウララが務めております。ちょっと炎属性のエレメンタルヒーローは入れれませんでした、かわいそうに。次に魔法カード、まず融合が1枚です。2枚あってもいいかなって思うんですけど、2枚だとちょっとデッキが40枚に僕は収めきれなかったんで1枚にしました。まあ基本的にはビジョンヒーローバイオンの効果でデッキから絶対持ってこれるんで1枚あればいいかなっていうところ。次に増援、こちらが1枚入ってます。もうさっき言ったようにデッキは圧縮すれば圧縮するほどいいっていう僕の個人的な理論に基づいて増援が使われてます。次にミラクルフュージョンが2枚、これはね僕2枚あった方がいいと思うんですよ。ミラクルフュージョンは融合カードのサンライザーによってデッキからサーチすることができるんですけど、1ターンにこのミラクルフュージョンを2回使うことによってかなりモンスターを特殊召喚できるんで僕は2枚積んでます。でエマージェンシーコール3枚、これが3枚あることによって最初のターンにデッキからシャドウミストとソリッドマンを持ってくる確率を上げてます。次にヒーローアライブ2枚、まあ、こちらも先行1ターン目にシャドウミストもしくはリキッドマンを出すためにヒーローアライブ、まあ、シャドウミストかな、シャドウミストとかもしくはエアーマンを特殊召喚するために2枚入れてます。3枚は多分腐っちゃうんで多いかなって思ってる。次に超融合、これ結構強いんですよ。相手のターンでも発動できる速攻魔法で、相手の効果は絶対にこの超融合に対して発動できないんですよ。超融合を無効にすることはできないといった本当に強いカード、強制的に相手のモンスターと自分のモンスターを強制融合するっていったカードで、僕が気に入ってるのかつ強いんで入れてます。例えば相手のモンスターエルドリッチを強制的に融合してもう合体しちゃうとか何でもできちゃうんで強いんですけど、2枚だとちょっとデッキの周りに支障があるかなと思って1枚にしました。超融合を使う時の決め台詞は、お前と俺で強制融合エレメンタルヒーロードン、なんとかを召喚だぜって言うと最高に気持ちよくなれるんで、ぜひ皆さんもこのカードを使って気持ちよくしてください。またこの超融合を使うために後ほど紹介するんですけれども、エクストラカードには地属性のヒーローとかいろんなヒーローが入ってます。次にマスクチェンジ、こちら3枚ですね。エレメンタルヒーローデッキはマスクドヒーローダークローとエレメンタルヒーローサンライザーというこの2つの融合モンスターが肝になってくるんで、マスクチェンジは絶対にいります。もう問答無用で3枚、ここはもう変えようがないと思ってます。この後が相手に対する妨害カードですね。赤穴の指名者2枚、相手の墓地のモンスター1体を除外して効果を無効化する。もうこれはもうね、説明しなくても言わずと知れた強力な妨害カード。相手のエルドリッチとかハル・ウララとかゾージーとか、まあ、いろんなカードを無効化するし、まあ、デッキによっては墓地に行ったそのカードを除外されたらもう動きが止まってしまうよっていうことがあるので、僕はこちらを2枚入れてます。手札誘発、相手のことを妨害する手札誘発カードはないと多分ね、環境が上に行けば行くほど勝てなくなってくると思うので僕は積極的に採用してます。次に抹殺の指名者、このカードを使って相手のハル・ウララとか相手のニビルとかを無効化します。そうすることによって例えば相手が、まあ俺はこのターンターンエンドするけど手札にハル・ウララもあるし、まあニビルもあるし負けることないっしょターンエンドってされた場合に、これを握っていたら、おじゃあめちゃくちゃ動いちゃうもんねって言って、もうめちゃくちゃもう自分はカードを展開して相手が
おっとそれはうららで止めるぜって言った瞬間にこの抹殺の指名者を使って相手はもうおおじゃあもう負けですみたいなことになります。エレメンタルヒーローは基本的に1ターンあれば全然もうバトルフィールドに8000以上の攻撃力が揃うんでワンキルできるんですよ。なので相手がこう止めようと思ってるカードさえこの抹殺の指名者で無効化すればもうワンキル圏内、基本的にはそれで勝てます。ただ多すぎると多すぎるとねあんまり自分のデッキの回り方にも阻害されちゃうんで指名者は1枚となってます。最後に禁じられた人しずく、こちらが2枚ですね。このカードは相手のモンスター効果とかを無効にするカードなんですけれども、絶対これは2枚、もうなんなら枠があるんだったら3枚入れてもいいと思います。なぜかっていうと今の遊戯王って相手の効果を無効化するとか相手の魔法トラップカードの発動を無効化するとかそういったカードが非常に多いんですよ。で自分が後攻の時に相手が先攻1ターン目で相手の効果を無効化するモンスターをもし2体並べたらもうどうしますか、もう負けですよ。もうこれ正直だってじゃあモンスターを召喚します、じゃあ無効化で魔法カード発動します、じゃあ無効化でって言われるんですよ。勝ちようがないんですよこれは。なのでそこをケアするために禁じられた人しずくは2枚入ってます。今の環境だとドライトロンっていうデッキがあると思うんですけど、ドライトロンの中にはパーフェクトデクレアラーっていう儀式モンスター青色のカードね、相手の、モンスターの効果、魔法の発動、トラップの発動すべて手札の天使族モンスターをリリー墓地に送って無効化するっていうカードがあるんですけど、大抵ドライトロンって先行一旦目にそのパーフェクトデクレアラーを出してきます。それをされたらもう負けます。基本的にはまあ他のデッキは分かんないけどヒーローデッキは負けます。基本的に全部無効化されちゃうからといった時にこの禁じられた人しずくがあれば、じゃあそのパーフェクトデクレアラーの効果を無効化して好きに動きますとやれるし、相手のドライトロンの人はパーフェクトデクレアラーの効果でこれで完封しようと思ってるから、まあ、他にもねモンスター効果を無効化するカードとか入ってるんですけど、まあ、比較的そのデクレアラー1体を無効化するだけでこちらは自由に動けるので、この禁じられた人しずくは絶対にあった方がいいです。あと攻撃力が半分になるっていうもうわけわかんない効果もついてるんで、環境ナンバーワンのエルドリッチさんとかがもし攻撃してくるときにじゃあこれで半分にしますってすれば迎撃もできたりするので、これはねもう絶対環境で勝ち上がっていくなら入れといた方がいいカードですね。ヒーローデッキに限んないと思うな。以上がメインデッキ40枚でした。僕は圧縮をしたいたちなのでもう40枚というカード枚数から増やしませんし、めちゃくちゃ圧縮してます。次にエクストラデッキですね。エクストラデッキでは超融合を使う関係もあっていろいろここら辺のエレメンタルヒーロー融合モンスターを採用してます。このエレメンタルヒーロー融合モンスターシリーズ概要としてはヒーローモンスタープラス何々属性モンスターといったカードなんですけれども、この属性を全てエクストラカードに入れることによって相手がどんなモンスターを召喚しても強制的に融合する、強制融合するといったコンセプトになってます。なのでそのシリーズエレメンタルヒーローガイア、ヒーローモンスタープラス地属性モンスターが1枚、アブソリュートゼロ、ヒーローモンスタープラス水属性モンスターが1枚、ザ・シャイニング、ヒーローモンスタープラス光属性モンスターが1枚、グレートトルネード、ヒーローモンスタープラス風属性モンスターが1枚、ノバマスター、エレメンタルヒーロープラス炎属性モンスターが炎属性モンスターも1枚、エスクリダオ、ヒーローモンスタープラス闇属性モンスターが1枚と、ここら辺は全て1枚入ってます。次にこのデッキの肝、マスクドヒーローダークロー、こちらが2枚、マスクチェンジの効果によって闇属性モンスターを墓地に送り特殊召喚する。このダークローがめちゃくちゃ強くて、このダークローがいる限り相手のモンスターは相手のカードは墓地へ行かず除外される、プラス
相手がドロー以外でデッキからカードをサーチした場合に一ターンに一度ランダムに1枚相手の手札を除外するっていう効果があります。これがめちゃくちゃ強いんで、今の環境だとデッキを肥やし墓地を肥やして回す、例えばトライドロンとかエルドリッチもそうですね。エルドリッチとかも一回墓地に送らないと出せないんで、エルドリッチとかあとなんだっけ、まあ、トライブリゲイドはちょっと刺さらない時もあるけど、結構今の環境って墓地を使って動いていくデッキが多いんで、このダークローを先行一旦目に立てておけば基本的に相手はもう困ります。なのでこのデッキとしては必ずダークローを先行に出す。そのためにソリッドマン、シャドウミスト、エマージェンシーコール、勝利の秘訣の 3E が入ってます。これを先行1ターン目に出しましょう。次にサンライザー、ダークローが裏のヒーロー、闇ヒーローとしたらこちらは光のヒーロー、僕のデッキの切り札ですね。サンライザーを使うことによってデッキからミラクルフュージョンも持ってこれるし、盤面のヒーローの攻撃力も底上げできます。さらに相手のカードを1枚破壊するといった効果もあるので、もうこいつはもう肝ですね。サンライザーが2枚入ってます。でこのサンライザーが属性が異なるヒーローモンスター2体なので、今巷で流行ってるというか、まあ、基本的なヒーローデッキだと闇が多いんですよ、闇属性が。だからサンライザー出しづらいんですけど、僕のデッキはソリッドマンがあればリキッドマンもある、それにエアーマンもある、なんならネオスティーネオスもあるといったことによってサンライザーが出しやすいデッキ構築にしてます。やっぱ僕はね、これ個人的な感想なんだけど、ヒーローデッキはいろんな属性が入ってる方がかっこいいと思ってるんですよ。いやそれは闇落ちヒーローとかね、闇のヒーローもかっこいいんですけど、僕はあくまでいろんな属性があるエレメンタルヒーローっていうコンセプトが好きだったんで、もうそこは絶対崩さないようにランクで勝ち上がろうということで、属性いっぱいモリモリのサンライザーデッキになってます。次にアブソルートゼロ、こちらの効果はすごい優秀で、このアブソルートゼロが墓地に行ったとき、あ、違いますね。フィールドから離れたとき、相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。という効果があります。なので、使い方としては、リキッドマンと何かを生贄にゼロを召喚する。ゼロを召喚すると、リキッドマンの効果で2枚ドローして1枚捨てることができます。その後、このアブソルートゼロと何かを使って融合召喚します。そうするとどうなるか。融合召喚をするためにフィールドから離れたアブソルートゼロの効果が発動、相手フィールド上のモンスターを全て一掃して自分だけ新しく融合モンスターを特殊召喚して、相手のフィールドのモンスターはもうゼロ、こっちのモンスターはいっぱい、はいワンキルといった流れになってます。また先行の時にダークローを1枚立てて、なんならアブソルートゼロも1枚立てておけば相手は除外もされちゃうし、万が一アブソルートゼロを破壊したら自分のモンスター全部破壊されちゃうしみたいな、そういった牽制にも使えるので、こちらは非常に優秀で、しかもイラストがかっこいいモンスターになってます。あとのこのザ・シャイニングに関しては超融合用で、グレートトルネードも超融合用なんですけど、僕のこのデッキ構築にはエアーマンも入ってるので、まあ全然エアーマンと合体し、エアーマンを素材にしてこちらを融合召喚することもあります。効果はすごい強くて、相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力守備力を半分にするという効果があります。なので相手がめちゃくちゃ攻撃力の高いモンスターを出してきた時にガイアの効果を使うか、グレートトルネードの効果を使うか、どちらかをして相手の攻撃力を下げます。ヒーローはなんだかんだ言っても最大攻撃力が3000ちょいぐらいしかないから、まあいざという時はこのネオスティーネオスの効果で2500アップして無理やり突破する時もあるんですけど、できる限りこのグレートストルネードとかガイアを使って相手の攻撃力を下げて相手を倒すっていう方がいいかな。で次ビジョンヒーローアドレーション、これヒーローモンスター2体っていう融合するための条件が非常に緩いんで、
融合召喚したいときに使います。まあ1枚は入ってるといいカードですね。で次にトリニティ、ヒーローモンスター3体で融合召喚に成功したターン攻撃力が5000になります。で融合召喚したターンには3回攻撃することができると。これを使うことによって相手のモンスターを全て破壊したりとか、相手が攻撃表示のモンスターを3体並べていたらそこでもう大ダメージを与えることができます。なんだったらこのトリニティの5000にネオスティネオスの2500を足せば7500、この7500で相手のモンスターを3体殴ればもうそれだけで相手の LP は0になります。持っておきたいカードですね。あとはヒーロー対面の時に意外とトリニティを使うことによって勝てたりするかな。これも1枚は入れておきたいカードですね。次にマスクドヒーローアシットマン、アシット、こいつが1枚。こいつはフィールドに来た時に相手の魔法トラップカードを全て破壊することができるので非常に優秀な1枚となっています。がしかし実は僕はランクマ戦ではこいつは1枚も1回も使うことはありませんでした。ただ効果としては非常に優秀なのでまあ1枚あってもいいんじゃないかなとは思うけれども、使ってない現状を考えると抜いてもいいかもしれません。次ノバマスター、これ超融合用ですね。エスクリダー、こちらも超融合用1枚。次マスクドヒーロー神風、こちら1枚。こいつはね風属性モンスターをリリースして特殊召喚するんですけど、こいつは戦闘では破壊されないんですよ。だから、まあ、戦闘で破壊されないという効果を利用して壁にするとかいざという時に役に立ちます。1枚を入れておきたいカードですね。まあ、このデッキ構築にはエアーマンも2枚入ってるんで比較的出しやすいと思います。最後エクストラヒーローワンダードライバー、このカードの効果によって墓地から融合魔法カード超融合、ミラクルフュージョンマスクチェンジを回収することができます。どうしてもこのデッキ構築だと融合1枚、ミラクルフュージョン2枚とちょっと融合カードが少なめになってるんですけれども、まあこのエクストラヒーローワンダードライバーの効果を使えばそこも回収できるんでいいかなっていう構築になってます。ただそうは言ってもこのエレメンタルヒーローデッキは速攻デッキなんで大体3ターン以内に相手に決着をつけるから、そういった面でも融合カードはまあこんだけあれば十分かなっていった枚数にしてます。以上が僕のブロンズ5からプラチナ1まで勝ち上がってきたヒーローデッキです。いやー結構ね他の人は使ってない特殊なレシピだと思うよ。特殊なレシピっていうことは相手もちょっと対応しづらいんじゃないかなって思うから、そういった面でもまだランクで勝てると思います。もしよかったらヒーローを使って皆さんもランクマを勝ち上がってください。ヒーローは面白いぞ、ヒーローはかっこいいぞ。ヒーローの良さはいろんなカードを使えることによっていろんな相手に対応できるというのがヒーローデッキの強みです。状況に応じていろんなヒーローを駆使し相手を倒しましょう。勝利の秘訣は 3E です。詳しい回し方に関しては僕が生配信でいろんなデッキ相手にランクマを行ってますので、まあ、そちらを参考にしていただければと思います。また僕も生配信等は行っていくと思いますので、質問があればそちらで直接質問をしてもらったりとか、この動画のコメント欄にこういったことが気になるんですけれどもどう思いますかということを言ってもらえればそちらに返答させてもらいます。以上でヒーローデッキの紹介を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。